瞑想練習者です。今日の動画ではタイトルにある通り、安い金魚ばかり飼ってる人は飼育能力が低いんじゃないか説っていうのを検証というか、自分なりに仮説を立ててみたので、その理由なんかを説明していこうと思います。で、この説は周りの人を見ててどう思ったかっていうよりは、過去の自分がまさにそうだったので、過去の自分、安い金魚ばっかり飼ってた頃の自分を振り返りながら、そういう人たちは金魚の飼育能力がなかなか上がらないし、飼育の腕が上がらないからこそ安い金魚ばっかり飼っちゃう性質があるのかなっていう感じで、内容を詳しく噛み砕いてお伝えしていきます。まず一つ目の理由が、そもそも飼育能力に自信がないパターンですね。おそらくこれが最も多いんじゃないかなって思います。当たり前ですが、金魚をお迎えするときは基本的には多少なりともお金がかかるわけで、そのお金の金額が高ければ高いほど金魚が死んじゃった時のリスクが高いし、悲しみや落ち込みも大きくなるということで、必然的に飼育能力に自信がない方は安い金魚を飼うという行動に走りますね。で、2つ目は、そもそも安い金魚に興味があるとか、安い金魚が可愛い風に思っている方ですね。これもね、もともと自分がそうだったんだけど、金魚すくいですくった金魚っていうのがなぜかすごく可愛くて、大概お祭りの金魚すくいとか花火大会の露店とかでやってたんだけどね、普通にホームセンターとか金魚屋さんで同じ金魚を買ってもそこまで大した思い入れはないんだけど、なぜか金魚すくいでゲットするとすごく愛着が湧いたのを覚えています。当時は高級金魚の存在を知ってはいたのですが、自分にとっては雲の上の存在みたいな感じで、そんな高い金魚買えるわけないって思ってたし、そもそもお金も今以上になかったので買ってる場合じゃないっていうのもあったんだけど、あまりにちょっと次元が違いすぎて自分が飼うっていうイメージが湧きませんでした。でも金魚すくいだとだいたい1回300円ぐらいじゃんね、まあ、それで2匹すくえたら1匹150円だし、その150円でも十分可愛らしかったので、そこで満足していたっていうのもありますね。これは初心者ならではの傾向かもしれません。3つ目は、そもそも高い金魚を買うお金がないですね。まあ、買うお金がないというよりも、金魚にそこまで使いたくないって思っていれば、これは性格もあるかもしれないんだけど、金魚を買って満足する人っていうのも中にはいます。別に金魚に限らずだけどね、ストレス発散方法として買い物をするとか散財するって方もいらっしゃるので、その対象が金魚であるけど、やっぱり高いのを買うのはなかなか厳しいので、安い金魚をポンポン買ってしまうという方に走る方もいらっしゃいますね。あとね、お金がないとね、そもそも金魚の飼育環境の改善がなかなかできなかったりして、例えば過密飼育になっちゃったりとか、ろ過器も安いの劣悪なものを使ったりだとか、金魚が病気になった時に治療薬を買えないとかね、そういうこともありますので、やっぱり何事もだけど、お金を全然かけずにやるには結構限界があると思っていて、しっかり金魚の飼育などしたい場合はある程度はお金をかける覚悟が必要なんじゃないかなって思います。次は4つ目は、そもそも金魚の飼育をそこまで頑張ろうとしてないっていう人ですね。中には本当に適当飼育がいいよっておっしゃってる方もいらっしゃって、もしかしたらそれも一理あるかもしれないんだけど、例えば金魚の飼育水はカルキを抜いて使用するのが基本なんですが、人によってはカルキも抜かずにそのまま水道水を使ってるけど金魚たちは元気ですって言ってる人もいらっしゃるので、なかなか正解が導き出しにくいことでもありますね、金魚飼育は。あとこれも正確なんですが、金魚飼育っていうのはやっぱり生き物のお世話なので、それなりに手間と労力が必要だし、日頃よく見てあげることがすごく大切だったりします。なのですごくズボラな人とか責任感が薄い人にとっては、生き物の飼育そのものがあまり得意じゃないというか気が向かないということで、やっぱり金魚が死んじゃったりだとか病気になる確率っていうのは必
必然的に高くなっていくと思います。で最後5つ目は管理状態の悪い金魚屋さんでばかり金魚を飼っている場合ですね。これは他の動画でもお伝えさせていただいたんですが、管理状態の悪い金魚屋さんっていうのは必然的にコストが下がりがちで販売価格も低くなる傾向があります。それはなぜかというと日頃の管理を結構ずさんにしているので、そんなに手間とか労力とか費用そのものがかかってないから販売価格自体が安くなると、で安いからこそ売れるっていう循環を作り出している方針のお店もありますね。でもそういうお店で金魚を買った場合はやはり管理状態が悪いところ出身ということで病気を持っていたりとか潜伏していたりだとか、そもそも弱っているパターンもありますね。やっぱりねお金っていうのはすごく物を買うときには大きな基準になっていて、その金魚の可愛らしさとか珍しさとか元気さ、いろんなものをトータルで判断して買う買わないっていうのを決めるんですが、やはり金額が安いと自分の中で妥協しがちになりますね。食べ物なんかもそうなんですけど、例えばマックの100円のハンバーガー、あれは100円だから食べると美味しいなって思うんだけど、もし800円とかで売ってたらみんなあんなまずいハンバーガー二度と食べないみたいな感じで言うと思うんだよね。それぐらいやっぱり値段によって買ったものの評価基準が変わると言えますね。なので管理状態の悪いお店でばかり金魚を飼っている人は必然的に安い金魚を飼いつつ金魚がたくさん死んでしまったりとか病気になりがちなので、結果的に飼育が下手なように見えてしまうという結果になると思います。以上5つなんですが、これらの仮説からやはり安い金魚ばかり飼っている方は必然的に金魚飼育の腕が低かったりとか成長しないんじゃないかなって思いました。実際に昔の自分もまさにそうで、今は金魚飼育歴2年と8ヶ月ぐらいなんだけど、そのうちの半分以上はずっとね安い金魚ばかり飼っていて、一時期は1匹あたりの金魚の値段は上限3000円って決めてる時もあって、それぐらい1匹あたりの価格っていうのはかなり低く見積もっていました。でその時の自分の金魚の飼育環境を見てみるとすごく過密だったし、ろ過器も最低限レベルだし、金魚のこと全然分かってないなっていう感じでね、それは病気になったり死ぬよなっていう風な状態でした。その頃はまだ無知だったっていうのもあるし、お金もね本当にすごくなかったのでしょうがないかなって思う部分もあるんですが、当時安い金魚ばかり買っていた時は金魚飼育の腕が本当に最低限レベルでどうしようもなかったなっていう過去の経験があるので、やっぱり安い金魚ばかり買っていると飼育の腕が上がらなかったりしますね。あと人によってはやっぱりこのぐらいの値段だからまあいいやと思って病気になったり弱ってる子を結構見捨てる人もいるかもしれませんね。ちなみに自分がなぜ昔は安い金魚ばっか買っていたのに途中から普通の値段の金魚、要するに3000以上の金魚ですねとか、稀にだけど1万円超えの金魚買うようになったのかというと、まずその前に金魚の飼育環境の改善を頑張ったからですね。その金魚の飼育環境を改善することによって金魚の寿命が伸びたりとか病気になる確率が減っていったのもありますし、金魚飼育歴は長くなれば長くなるほどやっぱりね安い金魚ばっか見てると飽きてくるというか物足りなくなってくるので、やっぱりある程度お値段の高いいい金魚を見たりすることであれ欲しいなって思ったりしちゃってましたね。あとは少しずつですが会社のお給料プラス自分がフリーランスとして働いている報酬が高まってきたので経済的な余裕が生まれてきたのもありましたね。だからこそ金魚にお金をかけるようになりました。そのお金のかけ方も個体を買う方というよりはさっき伝えた通り金魚の飼育環境の改善に割とコストを抑えたので、結果的に高い金魚を買っても長生きさせられるようになったし自分の自信にもなったので、少しずつ値段が高くても可愛い金魚を買うようになりました。皆さんはどう思いますかね。やっぱり安い金魚ばっか買ってる人は飼育能力が低いかそうでもないのか、安い金魚といってもいろんな素質を持った子とかね魅力的な子もいるので、安いからクオリティの低い金魚とはならないのですが、
全体の傾向としてはそこまで間違ってないのかなって思います。ということで、安い金融ばかり買ってる方はいろいろ注意して買いすぎないようにしたりとか、まずは飼育環境の改善をしたりとかして、今いる子たちが健康で長生きできるようになった時に思い切ってちょっとお高めの金魚をお迎えしてみると、また一歩先に進んだ楽しい金魚飼育ができるかもしれませんね。という感じで今日もここまで動画を見ていただきありがとうございました。またね、バイバイ。